さあ続いては毎週火曜日の岩手元気丸、今日は特別編で動物も元気に、江口キャスターです。はい、第三セクターに運営を引き継ぐため5月末まで休園している盛岡市動物公園で動物の健康を守ろうと奮闘する一人の女性獣医を取材しました。100種700頭の動物の健康を支える女性獣医がいます。松原由紀さんです。アフリカゾウのメス、17歳のマオの健康チェックのため毎朝採血をします。信頼関係がなければできません。じゃあご褒美よし、はい、はい、マオちゃん、はい、あーん。松原さんは千葉県出身犬猫の動物病院で経験を積み、2年前盛岡で念願かなって動物園の獣医になりました。家族というよりも同じ地球に生きる仲間みたいな存在かなと思います。とても近い距離にはいるんですけれども、その動物たちは尊敬できるような存在っていうふうに思ってますね。園内にある動物病院です。動物園で怪我をしたり体調が悪くなったりした動物を治療しています。触れない。これ日本列で、後ろ足がもうだいぶリハビリとかして動くようにはなってるんですけど、やっぱ使えないというか歩けない状態ですね。だから前足だけで動いてるような状態で、これやってあげないともうおしっこパンパンになって膀胱破裂しちゃったりとか。獣医は2人いますが、人手不足の影響でここ数ヶ月は実質1人で診療しています。松原さんは初めて病院の設備を見たとき衝撃を受けました。開園から30年、財政難で病院の設備はほぼ当時のままです。一応機械はそれなりにはあるけど、あとは人の問題だったりとか物資の問題ですね。で、まあ、思って理想としてる医療はまだ全然できてない状態ですね。松原さんは去年岩手で結成された動物医療チーム、未来を作る動物医師団の一員になりました。全国からの寄付金を資金源に動物園の動物を今までよりも手厚く見ることができます。岩手大学准教授で医師団の代表獣医を務める福井大輔さんが動物園の医療の向上を目指して立ち上げました。最新の医療と複数の目で診療する仕組みができました。かなり心強いです。はい、一人でやっぱりああだこうだ考えて、不安の中で治療しなきゃいけないっていう状況が、普段の状況なので。この日松原さんは県の委託を受けて野生動物の検査に臨みました。宮古市で住民が見つけた絶滅危惧種のクマタカです。何らかの原因で立つことができません。希少な動物を未来に残すことは獣医の使命です。その仕掛け種を、まあ、こっちも突然負けあるだろうな。普通はすぐ戻す。そうだね、戻そう、畳むね、抵抗するだろうな。麻痺の状態からクマタカは鉛中毒の疑いがあります。鉛中毒とは狩猟用の鉛弾に撃たれた鹿などを食べてしまった猛禽類が引き起こす重篤な中毒です。近年エゾシカ猟が盛んな北海道で大量に猛禽類が死んで生態系に大きな影響を及ぼすと問題になり、環境省は現在鉛弾の使用禁止を検討しています。血液検査の結果鉛中毒はなく、ほっとしたのもつかの間、クマタカは死んでしまいました。老衰だったようです。救えない命もあります。
松原さんはクマタカの死を決して無駄にはしないと、診療で得られた貴重な情報を国立の研究所に送り、今後の研究に役立ててもらうことにしました。動物園の人気者、キリンのオス、リンタ12歳。右足の関節が炎症を起こして骨が変形していて、悪化すると歩けなくなる可能性もあります。近く医師団と共同で薬による治療が始まりますが、薬は注射で投与しなければなりません。次に走ります。ダメか、でも 5cc 入ったでもやっぱりやがりますね。ちょっと敏感ですね、ただやっぱり状況はよくはないというか、治るわけじゃないので、とにかく今の状態なるべく維持して、少しでもあの痛みを、ね、緩和してあげて、なるべく元気で長生きしてもらえるように、やりたいです。人と動物の健康は一つにつながっていると松原さんは言います。多様な動物を未来に残すために、女性獣医松原さんは今日も命と向き合っています。私たちは動物園に行くことで元気や癒しをもらいますけれども、それも改めて動物の健康があってこそですよね。そうなんです。松原さんたち、獣医たちがこう日々勉強しながら、時にはもう命がけで診療に当たっています。松原さんは今後も未来を作る動物医師団と共同して、動物医療の向上を目指すということです。岩手元気丸、今週は江口キャスターでした。